況を報告せんか。一体何が。貴様ら誰一人として逃げられると思うなよ。アメリカから隠れられませんぞ。逃げはせん。逃げるのはアメリカの方だ。こういう仕事じゃ武器なし、そういう契約だ。責任者は誰だ。マクゴアンさ、持ってけ。ま、気休めだがな。お前のためにインドネシアで手に入れた。すまないな、コステ。もっとも航空偵察でこいつがいるとは思えないな。まあまあ。ところで、チャーリーのやつはどこだ。悪い。こいつを仕上げるのに少し手間取っちゃったもんださ。基地には聞こえないようにしたんだ。どうして。横から口出しをされたくないからね。見込み通りだ。サム。急ぐんだ。アップロード。行けます。各班、こちらキング、開始する。オン、了解。ミッション、了解。ハイド、了解。ループ、了解。クイーン、了解。他にはサム。2、3日電話できないとサラに言ってくれ。サラって独身だよね。あ、それ違うってこと。基地のハッキングはよせ、居候の身だ。でもあんまりにもちょろくてさ。ビデオよし。完了。サイト F 暗号書き執行まで40日。クリア。追っておけ。こちらはクリア。ジャミングを開始しろ。ブラックリスト発動だ。やれ。アンダーセンタワー、こちらパラディン02、離陸許可を求む。保証か。いや、そうじゃないな。アンダーセンタワー、こちらパラディン02、ヘリパッド A9 からの離陸許可を求む。なんだってんだ、イラつくぜ。将軍とのポーカーに遅れたらまずいというわけ。ヘリの金をどうやって払うと思う。追っておけ。防衛線のすぐ外だ。立てよ。ここにいたらいい的だ。うわ、手を貸してくれ。チャーリーからだ。おい。よかったよ、無事で。一体何が。墜落した。怪我はない。弾薬庫が爆発したらしい。そっちは。トラックの下に隠れてるよ。それよりどの回線も死んでる。きっと RF ジャーマーだ。発信源はそこの北西だ。じっとしてろ。ジャーマーを探す。
くさ、こっちのジャーマを逆に使われたに違いないぜ。どうしてそう思う？俺ならそうする。用心しろよ。こいつはプロの仕業だが、こっちにはピストル一つない。排水溝に隠れよ。おい、迫撃砲じゃないぞ。ロケットのようだな。勘弁しろ。しまった。よし、クリアだ。サム、手を貸せ。敵だ、隠れろ。分かった。味方だぞ。敵は二人。俺が右をやる、左を頼む。カメラ回しとけ。ブラボーが敵を捉えた。連れてくるそうだ。はい、こいつはもうダメそうだ。おい、カメラを回せ。ちょっと待ってろ。さっさと連れてこいってんだ。まあまあ。カメラを。
から運び出す必要があります。その信玄は却下だ。そんな暇はない。おいおいおい、お前自殺でもするつもりか。ではどうする。そことそこに仕掛けろ。ああ、なるほど。方を知ってるのか。やってみるさ。あいつはどうかな。ついたぞ。オーケーオーケー。何、簡単さ。オシレーターをオフにしてジャミング電波を止めればいいんだ。おとなしくしてろ。クリスト、しゃべるなって。チャーリー、どれがスイッチなんだ。青いボタンはある。それだ。なんだって。おい、しっかりしろ。何が。ブラクリストは止められん。邪魔を切ったぞ。ブラクリストは止められないぞ。グレネード。ルアムに置かれている米軍基地に対するテロ攻撃という驚くべき知らせは、このような奇襲攻撃はパールハーバー以来でありエンジニアと称するテロ組織が今回の犯行声明を出しており、インターネットに投稿されたテロの映像の中でエンジニアは要求を明らかにしています。この攻撃はブラックリストと称され、状況はどう。パラディン1とフォースエシュロンの準備は完了ですが、サム・フィッシャーの居場所が。ビクター・コステが重傷とか、彼と一緒にいるはずよ。グアムでは数百名が死亡し、他にもテロ計画が進行中。全世界が注視しているけれど、犯人が何者かは不明。フォースエシュロンの出番だけれど、それにはリーダーが必要だ。くたばるなよ、コステ。コステの部下も一緒に来るのが条件。ではチャーリー・コール。あとグリムス・ドッティアが CIA からアイザック・ブリッグスの引き抜きを。有能な男。ブリムを発生。彼女もこの任務にあなたは不要だと。けどダメよ、彼女以上にあなたと息の合うパートナーはいないわ。あなたにフォース・エシュロンを託します。なかなかいいね。初めてか。いや、エンジニアについて分かってることは。皆無よ。今怪しい連中を片っ端から調べている。あの名前はフリーダムだろう、ブラッドだろう。これから行われる作戦のようね。ならアメリカンコンサンプションまであと5日か。そうね。攻撃目標を目下分析しているところよ。機体について説明するわ。試作軍用輸送機か。専用装備満載のね。武器庫、医務室、交流施設、地上と変わらないわ。移動基地か、懐かしいな。どうした。通信チップの埋め込みですよ。道路工事あるまいし。こいつに比べたらエアフォースワンも紙飛行機同然だね。性能についてもっと聞く。いや、後でいい。
ニュースやインターネットのデータ収集、予測分析、画像の解析。それに加えて電子諜報システムへの侵入や CIA、NSA、DCS、FBI のデータによる顔の照合もね。リアルタイムよ。これが言っていたやつか。 SMI ストラテジックミッションインターフェース、チャーリーが関わってた頃より大幅に進歩しているわ。あとは彼に聞いて。最高なのはここはもちろん地上からでもオプサットで全てをコントロールできる点さ。すごいな。必要なものがあったら言ってくれ。僕は研究に勤しむよ。すまんな。おっとサム、オプサットを忘れてた。最新の改良型だ。地上で使えるミニ SMI ってところさ。データ転送、ゾローン操作、スキャン。なるほど。 SMI につなげば OK だ。ちょっとの調整ですぐ使えるから。すまんな。ベンガジの方はどうなった？連絡員はセーフハウスに入ったわ。グアムの情報を持ってる人物を拘束してるけど、尋問はまだよ。拉致したの？いいえ、自分から現れたようです。そいつがイカれた野郎じゃないとどうしてわかる？何を隠してる？そいつの名前はアンドリー・コビン。あんたの知り合いかい？え、マジ？知り合いなの？重要なのは指名手配中の彼がグアムの事件後に保護を求めてきた理由よ。何にせよ尋問は CIA に任せていいでしょう。 CIA は仲間じゃない。お前はこっちのチームだ。すみません。何がどうなってんの？エンジニアとの唯一の接点だ。他には任せられん。何者なのさ？アンドリー・コビンは娘を殺したふりをし俺をはめようとしたやつ。わお、それでよく生きてるね。まったくだな。でどうするの？セーフハウスの位置を。おいおい、一体なんでこんなとこに？まったく呆れちゃうよね。ま、CIA の中東での作戦なんていつもこんな調子だけどさ。続けるわよ。市場を通るのが一番ね。合図すれば連絡員がセーフハウスから離れる。あとはコビンを確保して。いつもながら優は安しだな。分かってるでしょうけど、任務は彼の殺害ではなく保護よ。ブリグス、お前ならどこで監視をする？一番いいのはこことここ。悪くない。狙撃の準備をしろ。援護ですか？ターゲットの排除ですか？チャーリー、足を調達しろ。目立たないのがいい。バンとかだ。オーケー。質問に答えてないわよ。それよりも撤収のことを考えておけ。この辺りだ。みんないいな。急いで準備するぞ。フライトデッキ、進路をベンガジに。コビンを死なせちゃまずいらしいから、危ないやつはないよ。おすすめはスモークとフラッシュバン。フラグはダメだ。よろしくね。